皆様こんにちは、西園寺陽子です。いよいよ始まりました、西園寺陽子の LC 商品知識講座。この番組は LC の商品について皆様が知りたいあんなことやこんなことを西園寺と一緒に楽しくお勉強をする番組です。講師は私、LC カスタマースタッフの西園寺です。よろしくお願いします。そしてそして皆さんと一緒にお勉強をしていただくのはこの2人、 LC おなじみの羽男とアンジェラです。わーい、こんにちは。今日も仲良しですね。羽男も出席したいみたいだったから一緒に来たの。今日すごく楽しみだったの。しっかりお勉強していきましょうね。それでは本日の講座内容を発表いたします。アイテムはじゃじゃん、ジャムハーバルソープ。さてさて、 LC ではやはりおなじみのアイテムですよね。アンジェラももちろん使っているんですよね。はい、もちろん、もうずっと使っています。ありがとうございます。どこを気に入ってくれているんですか？そうだな、とってもさっぱりするところ。わかります。この間ね、羽男と一緒に遊園地に行ったときにお化け屋敷に入ったの。すごく怖くてたくさんくっついちゃったんだけど、匂いが全然気にならなかったの。とってもラブラブなデートになったのよ。すごく大胆でとても可愛いなって思ったんだ。嬉しくて思わず抱きしめちゃったよ。なるほど、とても仲が良くて羨ましいですね。では実際にジャムってどんなアイテムなのというところを見ていきましょう。じゃん。ジャムとは、気になる匂いや黒ずみのケアにおすすめなソープです。匂いや黒ずみの元となる汚れをきれいに洗い流してさっぱりさせてくれます。ジャムーはハーブなどの自然の植物で作ったもので、インドネシアの製造方法を元にして LC オリジナルのブレンドで作られているんですよ。例えばどんなところが特徴なの？よく聞いてくれました。じゃん。ジャムーハーバルソープでは石鹸素地にパーム油を使用しています。これが汚れの元を洗う成分です。日本の女性の肌質に合わせて素朴な素材を使用しています。成分の配合をできる限り優しく作っています。ジャムーの調合は、紅茶などを入れるときに茶葉を入れる順番やお湯の温度で風味が変わるのと同じように、ハーブのブレンドの順番や配合比率によって出来上がるジャム石鹸の中身が変わってくるんですよ。へー、一つ一つ丹念に手作りをされているので、仕上がりの色や形状などが多少異なる場合があります。防腐剤や安定剤などは使用していないんですよ。そうなんだ。それでは質問コーナーに移りたいと思います。それでは質問がある人。はいはいはい、はい、それではアンジェラさんどうぞ。ジャムソープには定番が3種類あるでしょ。
その違いを教えてほしいな。わかりました。それではこちらをご覧ください。じゃん。まずジャムハーバルソープは LC の定番ですね。匂いや黒ずみのケアにおすすめです。サイズが少し小さめですが、コスパが抜群で全身のケアにおすすめです。そして続いてハードバブル。このハードバブルは黒ずみの集中ケアにおすすめです。もっちりとした質感の泡が特徴で、バストケアや下着を脱いだ時が気になるという方におすすめです。そして最後はビューティーバブル。こちらはお顔の透明感のケアにおすすめです。ハネオアンジェラ、わかりましたか？はーい。はい、それでは次に行きたいと思います。次ある人。はい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 、わかりました。アンジェラ、ではアンジェラさんどうぞ。ジャムーは妊娠中、授乳中、生理中に使用しても大丈夫なの？気になりますよね。しっかり回答したいと思います。ジャムーソープはご使用方法、ご使用場所がデリケートな部分になりますので、妊娠中、授乳中のご使用は念のためお控えいただくことをおすすめしています。生理中のご使用は問題ありませんが、ホルモンバランスが不安定な時期なので、様子を見ながらご使用くださいね。アンジェラ、わかりましたか？はい、ありがとうございます。それでは羽男も何かありますか？はい、ソープは男性が使っても大丈夫？もちろん大丈夫ですよ。男性にも多くご使用いただいています。よかった、羽男も一緒に使えるね。よかったよかった。それでは本日の講座はここまでとなります。羽男、アンジェラ、お疲れ様でした。今日はしっかりお勉強できましたか？はーい。はい、それではまた次回からも参加してくださいね。それでは皆さん、さよう。